夢見る人はときめきの中にいた。避暑地のように優しく着る人をいざなう。トータルメンズファッション F1。 1990年、一人の男が大海原に飛び込んだ徳光のテレビコロンブス。皆さんどうぞご一緒に。土曜の夜を彩る生放送、徳光のテレビコロンブス。情報、問題、笑いに涙、世の中の面白いことにひるむことなく果敢に挑戦。土曜の夜9時からは徳光のテレビコロンブス。僕たちはどこよりも一番心地よく住める街を知っています。生き生き呼吸する乃木ローズタウン、京成不動産です。脇坂藩5万3000石の城下町で、播磨の小京都と呼ばれています。鳥取県との県境から流れてくる揖保川は、辰野の母なる、この真ん中にこのさっきからこれね、赤いのとあれ入れてるんですけど、なんで入れてるんですか。1番館日曜日朝10時30分からどうぞお楽しみに。作り出す色彩のコントラストは目にも爽やか、人も爽やか。縄文土器にこだわる努力の人がいます。白馬村にはシャガールを集め続ける夢追い人がいます。新鮮な海の幸と山の幸が味わえるという楽しみもあります。今回の旅のルートをご紹介しておきましょう。新潟県糸魚川から長野県信濃大町までを大糸線で結ぶローカル線の旅、通称北アルプス線の名にふさわしいこの季節おすすめのコースです。最後までどうぞお楽しみに。日本海に面した糸魚川、かつては北陸道や潮の道の宿駅として栄えたところ。大きな川が3本日本海に流れ込み、海岸線を形作っています。日本海というとほら、荒波さかまく荒々しい、あの冬の海のイメージだけど、そうですね、今日は本当に穏やかで ね綺麗な海ですね、うん。こんにちは、湯原正幸です。こんにちは、風祭りゆきです。こんにちは、森岡泉です。
この糸魚川といいますとね、昔はここであのお塩を取りまして、それを信州の方にまで送っていたらしいんですよね。だから我々の今回の旅はですね、この塩の道に沿っていろいろゆっくりと楽しみたいと思います。都の西北早稲田の森にじゃんじゃん、これがどうしたんですか。の、ね、歌詞を作った相馬漁夫さんのふるさとなんです。あ、そうですか、うん、あ、そうだったの。相馬といえばね、翡翠の里とも言われてますよね、はい、で我々今ここ歩いてるのがね、翡翠海岸と言われましたね、うん、昔はここにあの翡翠の原石がゴロゴロしてたらしいんですよ。本当に。ですから我々もちょっとあの探してます。そう簡単には見つかりませんよ。でも糸魚川の市内にはこんなところがあるんです。海岸で翡翠が見つかりなかったからここにあの翡翠のね、巨大な原石があるぞ。あ、そんなに大きいんですか。それで鬱憤を晴らしましょう。旅をします。お楽しみに。この番組は宅急便でおなじみのヤマト運輸、顔とご覧のスポンサーの提供でお送りします。今は旬なんですから早めに食べてくださいね。わかりましたね。それじゃ、来るたき誰に送ったの。あんたの部長さん。10元正本にこだわらず、歩んできた道のりいろいろなことがありました。そして今まさに人生80年の時代、心豊かに、より健康に、より生きがいのある毎日を私たちもまだまだこれからですよ。豊かな老後のための住まい、中銀マンション。髪の癖気になっていたんです。癖っていうよりこの辺がうねったりそっぽ抜いたりだけど、ブローはしたくないんです。だから私はナチュラルスタイリング。スタイリング成分が髪一本一本を整えるので、ブローしなくても自然な感じにまとまります。みんな素直な髪。エッセンシャルナチュラルスタイリングシャンプーとリンス。糸魚川の山側には雪をいただいた北アルプスの一つがそびえ、その雪解け水を集めて流れる姫川、その姫川の流れに沿って走る電車があります。さあこれから大糸線、通称北アルプス線というこの電車です。2両しかない。たまにはこういう電車乗ってみるんですね。遠足気分っていうかハイキング気分ですね。いいね。このディーゼル音がいいんだよ、ね、カラカラカラってやつはね、匂いの中ご覧から乗りましょうか、はい、ね、北アルプス線出発進行。あ、綺麗だね。これが姫川だね。姫川だ。新潟県と長野県の県境で、姫川の向こう岸は長野県、そしてそこに姫川温泉があって、森岡泉ちゃんが訪ねました。ちょうどね、緑がね、綺麗になったから、それとまた秋もいいでしょう。まあね、紅葉したところが入りたいですね。このおばちゃんたちは田植えが終わってやってきた近郷近在の皆さんです。さてこちらは姫川の新潟県側にある釜原温泉、湯原正幸さんが訪ねました。姫川の河原にその昔戦国武将が傷を負った、その傷を癒すために入ったと言われている河原のお湯があるそうです。自分で掘って入るお湯だそうです。ドゥビエル白馬大仏、その麓には白馬温泉があります。いい眺めですね。そうですよね。大仏さんに守られてお湯に入るだってね、はい、気持ちいいですよ、ね、お仕事終わってから入るのも ねとっても気持ちいいですよ。この辺は
冬はやっぱり大変でしたでしょうね。はい、雪はいっぱいでね。どのぐらい積もるんですか。4メーターくらい積もる時は。4メーターも、4メーターしたら2階の屋根が埋まっちゃう。そう、下は真っ暗になります。あ、大変です想像もつかないです。私なんかそうでしょうね、うん、もう紅葉も綺麗ですよね。紅葉も綺麗ですよ、ね、若葉も綺麗ですしね。紅葉してる時に、うん、初雪が降るの。また綺麗ですよ ね、 すね。ここにいるもんじゃないと見てないですよ。そうですね。あとの大変なのは忘れて、その時だけは。そうですよね。はい、もう本当に何とも言えないですよ。雪国の温泉、苦労もあれば楽しみもあるんでしょうね。さて、日本百名山の一つに数えられる雨飾り山、この山麓を潮の道が通ってるんです。道なき道だ ね、 ね、すごいですね、こんな靴でも歩きにくいのにね、うん、だからあの糸魚川で採れた塩をですね、新市、うん、の方へ運ぶこの道だったんですけども、うん、大変だ、まあ、大変な苦労だったでしょう ね、 ね、偉かったね、うん、標識がありますね、塩の道、竹林街道、嘘じゃなかったのね。だからまあ厳しい峠を越えて、うん、こうやって吊り橋を渡って塩を運んだんです。すいません、あまり言わせないでください。ちょいとちょいと。いやー、すごい景色だね、これ。すごいね。揺れるよこれ。うわ、痛そう。あんまり絶壁だよ。うわー、綺麗だけど怖いね。さあ、お二人さん。はい。その昔の人たちがですね、非常に大変だったと。口では簡単に言いますけれども、それをね、我々体験してみようと思うんですよ。あー、乗ってないですね、あんまり。それも昔の格好をして、そのまんまの雰囲気で頑張ってください。はい、じゃあ行ってきます。2人も行くんですよ。さあ行きましょう。さて、この後は竹林街道、昔の潮の道を歩きます。どんな出会いがあるかお楽しみに。時は文政江戸の町、ご存知女ネズミ小僧。辺り見回し鍵穴へすっと差し込むかんざし一つ、錆びついてやがる。どうにもならねえ袋のネズミ、そこへ少年すっと差し出すクレ556。錆もきしみもこれ一本、お見事。御用御用だ556だ、いつの時代もクレ556。ミクロネシア、ヤプ島。ここでは今もなお昔ながらの石のお金が花嫁さんの支度金やカヌーの支払いなどに活躍しています。大切な財産にもいろんな形があるもんですね。選び抜かれた1年貯蓄長銀の割帳、お求めはユニバーサル証券でどうぞ。新潟県から姫川沿いに走る北アルプス線は、いよいよ県境を越えて長野県の小谷村へ。そこには今も昔ながらの潮の道が残り、かつての面影をとどめています。この格好は牧歌といいましてね。こういう格好をして昔は潮を運んだんですね。私たちも昔の旅姿で、女性の旅姿で歩いてますけど、昔の人ね。ありがとうございます。雪のことも ね、 とね、うん、今のね、でも、うんうん、北アルプス線の旅、この後はいよいよ白馬村を訪ねます。お楽しみに。父さんから金を送ってきた。うん、お金はありそうだね。
どこで何やってんだか。手早やかして。中元聖母にこだわらず、明日のおかずに北海道のカニが食べたな。明日だけじゃ嫌だよ、嫌だよ。まったく贅沢だったか。中元聖母にこだわらず。日本の屋根、北アルプス。2000メートルから3000メートル級の山々が連なり、その山麓に広がる白馬村は高原のリゾート地帯。いやー、いい天気ですね。だから日本では大きな川たくさんあるけれども、うん、こうやって源流を目の当たりに見られるのは本当数少ないんですよね。そうでしょうね。姫川源流の水はこの先にある青木湖からにじみ出たものと言われていますが、次はその辺りを訪ねます。住まい日英不動産。ホームパーティーを開きたい。みんなとお風呂に入りたい。ワンパクさせたい。タイが3つになったらナイスの住まい日英不動産。西名三湖は白馬村の方から青木湖、中綱湖、そして木崎湖と点在していますが、潮の道も西名三湖を縫うように続いています。この湖畔沿いのこの道も昔の潮の道なんですね、うんうん、まだかやぶき屋根の家なんて残ってるんです ね、うん、ねここまで来るの大変だったんでしょうね。あ、大変だった、潮が重かったしね、本当、うん、でこの道って どこまで続いてるんですか。信濃町、松本、それから塩尻まで行ってるんですけども、うん、この信濃町にね、当時の塩蔵があるんで、ちょっと見てみましょうか、はい、ね。北アルプスの玄関口、大町。ここは昔。次回のいい旅夢気分は小岩井農場から田沢湖までを旅します。至る所に温泉が湧き出す新緑生える道の区の初夏、どうぞお楽しみに。今回の僕たちの旅のお土産はこの糸魚川の開園時計を5名様に、そしていい旅夢気分の特製テレホンカードを30名の方にプレゼントします。ご希望の商品名を明記の上、郵便番号 105-12 テレビ東京いい旅夢気分プレゼント係まで、ご意見ご感想もお待ちしております。ピロールニトリン配合抗生物質が効く新ピロエース